岩生寺は、伊勢国区名群町島にあった、浄土新州の寺院。岩生寺とも表記される。本願寺八世、蓮如の六男蓮巡により、少なくとも、明王十年までに、香取省、中郷杉江の地に創建された。あるいは、宝泉寺を開いた、新喜びの次男新優により、文明元年に解散され、岩生寺の号は、本願寺三世各女より与えられたとも言われる。 なお、当初の岩礁寺主は、宝泉寺主が検体しており、蓮順は空受けへの娘を室とする、岩礁寺の行恵から寺を譲られたという伝承がある。また行恵に子がなかったため、空受けへらの誓願によって、蓮順を行恵の養子に迎えたとも伝わり、蓮順の入寺は、明王六年ともされる。蓮順は、本願寺旧世、実女。 十世少女に近似し、長島への上住ができなかったため、永正八年九月頃までには、連順の次男自治へが上住するようになったとみられる。そして、天文三年までは、伊勢国以降は、美濃国、尾張国を加えた東海三カ国の本願寺門末を支配するようになった。また、連順が少女の外祖父でもあったことから、本願寺教団中枢においても重きをなした。 二世自治へは、天文5年5月4日に死去したが、その翌年までに寺は、中郷杉江から、長島城に近い南郷西外面付近に移転した。永禄三年、三世章、恵の第二は、前年に、本願寺第十一世賢女が、順門関に補ぎなえされたことに伴い、多数の本願寺一門衆に先駆けて、河内剣章寺、張間本徳寺と共に、陰下を直去された。 岩礁寺のある長島は、基礎三線が伊勢湾に流れ込むデルタ地帯にできた佐の島で、伊勢に属してはいるものの、北勢、尾張海、西里、南濃域が一体化した河内と呼ばれる生活圏を形成していた。また、伊勢湾が現代より内陸に広がっていた当時においては、伊勢桑名、尾張厚田間の海上交通を訳する要衝でもあった。長島は、 本願寺一族人である、岩章寺の領域として、大名や領主の権力の及ばない、事実上の違い方権を有するに至り、織田信長に敗れた斉藤達興がここに逃げ込むなど、信長にとっては敵方の創屈となっていた。元気元年8月、本願寺第11世剣には、圧迫を強める信長と敵対する意を表して、各地の門末に劇を飛ばし、それを受けて、 長島でも一向一揆勢が放棄した。同年11月には、信長の弟信置が守る古木工場を攻め、信沖を打ち死にさせた。また、翌年5月に、信長が長島に侵攻すると、激戦の末に、宇じえ牧勢や八須賀正元らを打ち死にさせるが、長島側も岩生、岩勝寺所死の剣、坂らが戦死した。また、6月6日には、 岩礁寺四世の赤しが、小田川により暗殺され、赤し着子の剣王子が十一歳で五世の座を継承した。三重県桑名市長島町又木の岩礁寺境内にある、長島一向一期殉教の石踏み。1975年に一向一期400年追悼法要が、同時で行われた。天正元年9月、信長が二度目の長島侵攻を行うと、 北勢域を制圧されてしまうが、10月には退却する小田軍を追撃して、林通政を討ち死にさせた。しかし、天正2年7月には、信長の三度目の進行で、長島本島に攻め込まれ、一騎勢は、篠橋、大鳥居、や、長島、中江、長島の五条に籠城した。8月に入ると大鳥居が陥落し、篠橋の籠城者は、長島城へ追い入れられた。 各城では合死者が続出し、9月29日に、ついに、長島城の老城者は、退去を始めるが、信長側の一斉射撃にあって、男女約1000人が殺害され、生存者は逆襲して、信長側都市等の末、北伊勢方面へ逃れた。残る中江や長島は、四方より火をかけられて、男女約2万人が焼き殺された。しかし、 長島城の最後の戦闘では、織田信弘、秀重、信成、信次、信直、佐治信方など、多くの織田はじめ門を討ち死にさせている。一方、岩章寺は、長島城陥落の日に五世剣氏が討ち死にし、二世、自治への妻が海に、受水、三世将、恵の弟章坂へも死亡したほか、四世将位に、とついでいた。 武田勝頼妹,妹と菊姫も同日に死亡したという伝承がある。また、14歳だった剣汚氏は自陣して果てたとも伝わっている。しかし、剣汚氏の弟で2歳の秋江は川から救出されて生き延び、岩生寺家臣の手によって大阪本願寺へ送り届けられ、本願寺により正当と認められた。秋江は後に大見国のに岩生寺を起こした。 天正12年天正13年頃、織田信夫に許可され、終わり国清洲に岩礁寺が再建された。天正14年の少女33回寄法用には、岩礁寺は7番目の石寺で出座した。この清洲の岩礁寺は、後に清洲越しで名古屋に移転した。三重県桑名市長島町また木の岩礁寺山和北伊35度5分29.65秒。 東計136度42分18.25秒、北緯35.0915694度、東計136.7050694度、35.0915694、136.7050694、慶長年間には、七世淳恵が、伊勢国区罠に、岩礁寺を復興し、長島と松坂に通寺を設け、名古屋岩礁寺も通り寺とした。 長島の通寺は、寛永11年に、旧岩章寺のモントラのために建てられ、優先寺と合し、女王年間には、受け来寺と改称した。聖徳5年桑名岩章寺十字、卓受けが、新州高田派に、天派し、松坂の通寺もこれに習ったが、名古屋と長島の二寺は、浄土新州本願寺派に残って、これ以後長島受け来寺はまた木村受け来。 寺剣隊岩勝寺として存続した。この騒動により、門徒が離散し、江戸幕府によって、桑名岩勝寺と松坂、名古屋、長島の通寺は一旦没収されたが、教法2年、宅家への追放後に、藩主へと返還された。名古屋岩勝寺は、教法3年、西本願寺14世赤所の時西本願寺の傍者とされて、名古屋古傍と称し、1876年に、 本願寺名古屋別院となった。同年、また木村受け来寺は、受け来寺の事後を捨てて、岩礁寺を称したが、これが現在桑名市長島町又木にある、岩礁寺である。なお、元の杉江の岩礁寺こちは、明治時代に行われた、基礎三線分流工事によって、長良川の流路に水没している。また、昭永が回帰したともいう美の国平尾新徳寺も、安永2年に、 元章寺と会合し、平尾某と称されて、現在に至っている。連順自治へ、明石、恵ぐみ章、坂へ、章位、剣のぶありがとうございます。